源頼家。源頼家は、鎌倉時代前期の鎌倉幕府。第二代将軍、鎌倉殿。鎌倉幕府を開いた、源頼朝の嫡男で、母は、北条政子。頼朝の子としては、第三子で、次男、政子の子としては、第二子で長男。父、頼朝の急死により18歳で家督を相続し、 鎌倉幕府の第二大鎌倉殿聖異体将軍となる。若年の頼家による従来の習慣を無視した独裁的判断が御家人たちの反発を招き、阻害された母方の法上氏を中心として13人の合議制が敷かれ、頼家の独断は抑えられたとされるが、当事者である法上氏の死書以外にそういった記録は存在せず、真偽は定かではない。 奥義勢成立の3年後に頼家は重病に陥ったとされ、頼家の後ろ盾である引き師と弟のサ友を担ぐ北条氏との対立が起こり、北条氏一派の攻撃により引き師は滅亡した。頼家は将軍職を剥奪され、伊豆国主前寺に遊兵された後、暗殺された。頼家追放により、北条氏が鎌倉幕府の実権を握ることになる。樹栄元年。 1182年8月12日、源、頼朝の嫡男として、鎌倉引きが圧の引き吉和の屋敷で生まれる。陽名は万寿。母は、頼朝の留人時代に妻となった、工女が子。頼朝十六歳、鎌倉入り三年目に、待望の後継者男子として、周囲の祝福を一心に受けての誕生であった。浅子が頼家を解任した際、 よりともは安山二等のため、鶴岡八万宮若宮王子の整備を行い、有力御家人たちが土や石を運んでダムカズラを作り、よりともが自ら監督を行った。より家の乳母父には、よりともの乳母であった引きの養子である吉和が選ばれ、乳母には、最初の父つけの儀式に、引きの次女が重寄室が呼ばれ、梶原景時の妻のほか、引きの三女、平賀義信室、 吉和の妻など、主に、引き死の一族から選ばれた。研究四年、1193年5月、富士の巻狩りで、12歳の頼家が初めて鹿を射ると、頼朝は喜んで政子に、報告の使いを送ったが、政子は、武将の着手なら当たり前のことであると使者を追い返した。これについては、頼家の鹿狩りは神によって彼が頼朝の後継者と、 みなされたことを人々に認めさせる効果を持ち、そのために頼朝はことのほか喜んだのだが、政子にはそれが理解できなかったとする解釈がなされている。なお、この巻狩りで、蘇我兄弟のあだうちが起こり、おじの源ののりよりが頼朝に、謀反の疑いを受けて、流罪となった後中殺されている。研究六年、百九十五年二月、頼朝は政子と頼家、 大姫を伴って上落する。より家は6月3日と24日に三大し、都でよりの後継者としての披露が行われた。研究8年、1197年、16歳で15以上右子の絵検少将に助任される。生まれながらの鎌倉殿であるより家は、古今に例を見ないほど、武芸の達人として成長した。研究10年、1199年1月13日、 父、頼朝が急死する。頼家は、同月20日付で、左中将となり、ついで二十六日付で家督を相続し、第二代鎌倉殿となる。時に十八歳であった。一から二月頃には武士たちが、大政京都に上り、急な政権交代に乗じたとの不穏な動きを、警戒する体制が取られており、この間に、三座右門事件が発生している。 よりが家督を相続して三ヶ月後の四月、北条氏ら有力御家人による十三人の合議制が、敷かれ、よりが直に訴訟を裁断することは停止された。反発したよりは、小笠原長常、引き衆院、引き寺院、中野義成以下若い近所五人を指名して、彼らでなければ、自分への目通りを許さず、またこれに手向かってはならないという命令を出した。また、正治元年、 1199年7月には、小笠原、引き、中野、和田とももらに対して、足立影森のルズを狙い、その愛称を召し連れてくるように命じた。このあたりの、東鏡には、より家が、側近や、乳一族である引き氏を徴用し、従来の習慣を無視した独裁的判断を行った、総話が並べられている。合議制の設立から半年後の10月。 よりの代から側近として徴用されていた、侍所長官の梶原景時に反発する、御家人たちにより、御家人六十六名による、景時球団の連番状がより家に提出された。より家に弁明を求められた景時は、何の公弁もせず、所領に下る。近親の後、鎌倉へ戻った景時は政務への復帰をより家に、願ったが、より家は景時を救うことができず、 影時は、鎌倉追放を申し渡された。昭治二年、千二百年に一月二十日、失意の影時は一族を率いて、京都へ登る道中で在地の御家人たちから襲撃を受け、一族もろとも滅亡した東、あず鏡九条金座の極葉昭治二年正月二日上によると、影時は、より家の弟である千畑、後の源の佐根ともお将軍に立てようとする陰謀が、 あると、よりえに報告し、他の武士たちと対決したが言い任され一族共に追放されたという。次演は、区間省で、影時を死なせたことは、よりえの失策であると評した、梶原影時の変。兼人元年、1201年正月から5月に、かけて、影時与党であった上司一族が、兼任の乱を起こして鎮圧される。よりえは、捕らえられて、 鎌倉に送られてきた上司一族の女武者、坂岳御前を隠蔽している。兼任2年、1202年7月22日、ジュニーに除され、聖遺体将軍に宣言される。影と鬼滅亡から3年後、兼任3年、1203年5月、より家は千旗の乳母、阿波局の夫で叔父である、あの禅城を、無本人の都で逮捕、殺害した。 さらに阿波局を逮捕しようとしたが、政子が引き渡しを拒否する。前場事件前の3月頃から体調不良が現れていた頼家は、7月半ば過ぎに急病にかかり、8月末には既得状態に陥った。まだ頼家が存命しているにもかかわらず、鎌倉から9月1日に頼家が病死したので、千旗が後を継いだとの報告が9月7日早朝に都に届き、 千畑の誠遺体将具任命が要請されたことが、藤原定家の日記、赤月記のほか、複数の京都側の記録で確認されている。死者が鎌倉を絶った前後と思われる9月2日、鎌倉では、頼家の乳母父で、長男、一万の外祖父である、比き義和が、北条時政によって暴殺され、比き一族は滅ぼされた、比き義和の変。一人残った頼家は、 多少病状が回復して、事件を知り激怒、自制討伐を命じるが従うものはなく、9月7日に鎌倉殿の地位を追われ、千旗がこれに変わった。これによって自制は幕府の実権を握ることになる。東鏡によると、より家が重病のため、あとは6歳の長男、一万が次、日本国葬仕事関東28カ国の総辞党となり、 12歳の弟、千畑には、関西38カ国の総辞党を譲ると発表された。しかし千畑に譲られることに不満を抱いた吉一が、千畑と北条氏討伐を企てた8月27日上、病床の頼家と吉一による北条氏討伐の三次を、障子の陰で立ち聞きしていた政子が、辞勢に報告し、先手を打った辞世は辞典に、吉一を呼び出して殺害。 一万の屋敷を攻め、比企一族を滅ぼし一万も消死した、九月二日城、としている。京都側の記録である、愚観省によれば、頼家は、大江広元の屋敷に滞在中に、病が重くなったので、自分から出家し、あとはすべてこの一万に譲ろうとした。これでは、比企吉和の前世時代になると恐れた時勢が、吉和を呼び出して暴殺し、 同時に、一万を殺そうと軍勢を差し向けた。一万はようやく母が抱いて逃げ延びたが、残る一族は皆撃たれた。やがて回復した頼家はこれを聞いて激怒、立ちお手に立ち上がったが、政子がこれを押さえつけ、修繕寺に押し込めてしまった。十一月になって一万は捕らえられ、皇上義し時の手勢に差し殺されたという。頼家は、伊豆国修繕寺に護送され、 翌年の元旧元年、1204年7月18日、北条氏の主兵によって殺害された。去年23万21歳坊津。あずまはその死について、ただ飛脚からより家死去の法があったことを短く記す、のみである。7月19日上、殺害当日の日付の愚感省によると、入浴中を襲撃され、激しく抵抗した。 よりの首に紐を巻きつけ、急症を抑えて、ようやく刺し殺したという。日付イコール旧暦、よりには四男数目がいたが、四人の男子は皆、非合の死を遂げている。着男の一万は、県院三年、千二百三年、引企吉和の変で、北条氏に殺害された。残された男子はそれぞれ出家したが、母が三浦亀義と再婚した三男の栄実は、 憲法2年、1215年の泉地下志向の乱に、擁立されて、自害に追い込まれる。三浦義村に預けられた後、叔父の邸赤月の受法の弟子となった次男の苦行は、憲法7年、1219年に、佐友暗殺を実行した直後に撃たれた。四つを、前赤月は苦行に加担したとして、上級2年、1220年に、北条氏の資格によって刑で殺害された。 女子の武御所は、祖母、政子の元にあり、北条氏が擁立した四大将軍、藤原頼常の五代所となるが、天伏2年、1234年33歳で、迎えた所産が難産となり、男子を死産した後に死去した。叔父の鮫とも同様、頼家の子供たちもこうなさぬまま創生したため、武御所の死によって、頼朝と政子の血筋は、完全に断絶した。 北条氏の編纂である、あず鏡における、頼家像は、勇教にふけり、家来の愛称をねとる暗君として描かれている。ただし、引き締めつぼと、頼家追放に関する、あず鏡の記述は、京都側の資料とは、明らかな相違があり、頼家をことさら貶める記述は、北条氏による政治的作為と考えられている。頼家近所であった、信濃国の御家人、 中野義成は、引き死滅亡直後の兼任三年、1203年9月4日の日付で自生から所領安堵を受けており、引き吉和の秘宝のため、所領を奪い取られたそうだが、特に特別待遇を与えるという書状が、市川文に残されているが、東鏡では義成はより家に連座して、所領を没収され、恩慮とされたことになっている。この義成と深い関係のあった自生の子、 法上と寄付も、寄居への決まりの相手となっており、寄居への周辺には、法上氏による監視の目があったとみられる、あずまかがみあずまかの極筆と検証をも参照のこと。寄居とも死去の前後、研究7年の政変や三左衛門事件により、朝廷の反爆譜派が構成を強めていた。13人の合議制が敷かれたのは、寄家が寄居ともの後を継いで、わずか3ヶ月後であり、 より家の政治能力の欠如によるものとは考えにくい。より家排斥は、北条氏の陰謀のみではなく、幕府成立の機動力となった、東国武士たちの将軍独裁への鬱積した不満が背景にあったと思われる。結局、より家は、異性者としてはほとんど特色を示せないまま没し、以降御家人たちによる泥沼の権力闘争が続くことになった。 そして数代を経て有力御家人たちが合唱連行を繰り返して滅びていく中、権力闘争を勝ち残っていた北条氏の権力が次第に特出していくことになる執権政治及び特措先生。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。